なんだここは。あいつの腹ん中か。5つのオーブには5人の守護神が宿っていた。は？グルフェンは人々の心を読み、メトロは力の大群を持ち、ギアーズは計算による策士、ドゥームは人々に死をもたらす。お前は危険な存在だ。ちょっと待て！4人しかいねえじゃねえか。5人って言っといて4人とか気持ち悪いだろ。5人目はこのわしだ。ゴッドシード、アルドロン。アルドロンの本体か。そう言えなくもない。わしはアルドロンの脳、ゴッドシードの長にしてアルドロン内。あの大きさの力の全てがわしのもとにあるのだ。お前はわしに触れることすらできない。アルドロンはこの時を待っていた。再び目覚めるこの時を。数百年前、アクノロギアとの戦いで傷を負ったアルドロンはこの地で休んだ。はじめはこれほどの巨体ではなかった。それでも町一つ分はある大きさの体を持ってはいたがな、その大きさは山と雲を超えるほどになった。そしてアルドロンは自らの力が抑えられぬほど強力になっていることに気がついた。その時自らの力を抑えるために5つのオーブと5人の守護神を生んだ。そうとも知らずに白魔同士は全部のオーブを壊しちまったのか。このまま眠っているのにも飽きた頃だ。そんなことはさせねえぞ。うぬにできることはない。どうなってんだ。攻撃が全然見えねえ。